スラスラスラー、スイチャンネルです。はい、ということで今日は、本当はちょっと上位中風ガチジャッジを上げる予定だったんですけども、後で話す都合によりまして、明日にね、振り返ることにしまして、今回はこの先のね、動画の話をしていきたいと思います。まず一つ大事なことを伝えなきゃいけないんですけども、ちょっと今のところ、チャンネル登録者数の伸びが芳しくないと言いますか、一つチャンネルを大きくする上でね、達成しなければなりません。収益化という目標のね、1000人。ここを超えるのが結構厳しいかなと、先の見通しが立っていない状態なんですね。で、このまま続けてっても、なかなか苦しいところはあるので、まあもしかしたら来年の3月で、このチャンネルを一旦休止することになるかなと思います。で、まあその代わり何をするかっていうと、まあより安定したね、公務員っていう職について、まあしばらくは、地に足をつけて生活していくことになるかなと思います。まあもちろんね、公務員の仕事が嫌になったら、またこっちに戻ってくることはあるかもしれないので、まあ一応休止って形にはしたいんですけども、公務員のね、お約束として YouTuber やっちゃいけないっていうね、そういう決まりはありますので、もしかしたら動画自体、チャンネル自体を消さなきゃいけない事態になるかもしれません。まあ、いずれにしろちょっとね、この1年後にはもうこのチャンネルは休止している可能性が高い状態ってことを今伝えておきます。ただしですよ。この3ヶ月でチャンネル登録者数が急激に伸びることがあれば、もうちょっと続けてみようかなっていう気持ちになりますね。なので、この3ヶ月がめちゃくちゃ重要です。ということで、この3ヶ月の見通し、春クールの見通しをちょっとお話ししていきたいと思います。はい。テレビ局のね、改編の会見と同じような感じでございますけども まあ、って言っても派手に変える形ではないですかね。日テレさんなんてね、深い話とか、今夜比べてみましたとか、終わらせるって結構大胆なことをやるんですけども、まあ、こちらもね、一個大胆な打ち切りをやります。1分グランプリは打ち切りです。1分グランプリが、まあ僕の企画史上を2番目の浮上再建。まあ1番は白地妻インスイーパーなんですけども、白地妻インスイーパーは不定期企画にしているので、まあまだ打ち切りしなくて、まああと先が見えてるからね。で、まあこちらはもう先が長いですよ。まだ1600何個とか残ってて、それでいて再生回数もあんまり伸びてないっていうのは一番これ無駄じゃないかって話になりましてね。なので1分グランプリ、まあ打ち切るんだったらもう早く打ち切っちゃおうっていうことでね。次の動画で打ち切りっていうことになりますね。で、その空いた枠に何をやるかっていうと、まあこちらはある程度再生回数が期待できる。てかまあ、ある大学入試解いてみたシリーズをレギュラー化したいなと思います。まあ、曜日を固定してね、毎日投稿するようになってからは基本的にやってなかった企画だったんですけども、やはりこれが一番リアルと言いますか、なんか僕のちょっと苦戦してる様子とかさ、東大生なのにこんなのできないの？とかね そういうなんかちょっと恥さらしみたいな企画ではあるんですけども、まあ、これがかえって YouTuber らしくていいのかなと思いますのでね、大学入試解いてみたシリーズをこれから皆さんよろしくお願いします。数学だけじゃなくて英語もね、やっていきますのでね。まあ次回は多分東大英語になるかな。これもちょっとね、実際やってみないとわかんないところなんですけども、そんな感じで行ってみたいと思います。水木をね、基本これで埋めるって形になるんですけども、まあたまにはね、水曜日で完結してしまう回もあるかもしれないんですよね。そうなった時の木曜はフリー企画です。はい。フリー企画で、まあ、ちょっと新しいことやってみたりとかね。そういうことも考えていますので、どうぞお楽しみに。で、あと、金曜日と土曜日なんですけども、ジョブ中風ガチジャッジって、これが一番僕の中で再生回数がすごい。ね。1000回行った動画ってすごく少ないんですけども、その中の一つにね、このジョブ中風ガチジャッジの動画が入っておりますのでね。これを、やはり、ジョブ中先だってやるのではなく、ジョブ中の放送直後にやった方がいいと、金曜日と土曜日の内容入れ替えです。これが2つ目の改変です。今まで金曜日にジョブ中風ガチジャッジ出してきたわけなんですけども、金曜日の段階ではやはり再生回数が伸びていない、放送前の段階でもやはり伸びておる、
放送前の段階でもやはり伸びていないと。で、放送が終わった後に少しずつ伸びていって、あ、3桁ってね、なる動画なので、それだったらもう最初から放送直後にやっちゃった方がいいんじゃないかなっていうね、考えでございます。まあ、あともう一個、最近のジョブチューンの公式がメニューを発表するのが金曜日なんですよね。なぜか予告映像が出た段階では近日公開なんて言ってさ、なんでその段階で発表してくれないんだっていうちょっと文句はあるんですけども、っていうわけでございまして、金曜日にね、駆け込みで動画を撮って編集してってなるとクオリティも落ちてしまうし、何にしろ僕の胃の負担がすごいことになってしまいますので、ちょっとやっぱ金曜日に出すのはきついなっていうことで、結局土曜の放送直後がいいんじゃないかなっていう結論に達したわけですね。はい。まあもしこれで不都合が生じるようであったら、金土の枠をまた入れ替え直すことあるかもしれないんですけども、多分それでいけると思うんでね、ジョブチューン風ガチジャッジを土曜日で、百名店お楽しみ箱の枠は金曜日って言っても、今日は百名店お楽しみ箱ではなくて、ただただハールクールの改編の説明だったんですけどもね。はい、って感じですかね。日曜のお日様英文法はこれもあまり再生回数は伸びていないものの、これだってゴールは結構近い、一文グランプリよりははるかにゴールが近いので続けていくことになりますし、月火百名店企画もスイーツなんてコンプリートめちゃくちゃ近いところまで来ましたからね、やり続けていきます。うどんも同じくやり続けていきます。ラーメンもやり続けていきます。はい、そんな感じでございますね。はい、ところでちょっと今日は急にチャンネルの内容変わってしまったんですけども、まあ大事な3ヶ月になるかなと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。高評価、チャンネル登録ぜひしてってください。明日はジョブチューン風ガチジャッジ吉野家&勝也編でございます。お楽しみに。バイバイ。